まこなりです。今回は不幸になる趣味トップ5を発表します。さて今回はなんとズバリ結論言っちゃいます。第5位、スポーツ観戦。人の人生を応援している場合ではありません。自分の人生に夢中になりましょう。好きなチームが優勝してもあなたの人生が好転することはありません。第4位、テレビドラマ。ドラマは時間食いすぎです。次々と出る新作を全部見て人生の時間どれだけ使うつもりですか。第3位、ソーシャルゲーム。社交心を煽ってお金を課金し続けてしまう中毒性があります。時間とお金がいくらあっても足りません。第2位、お酒。こんなに依存性が高いものを体に入れていると健康を悪くするし、バカ話で時間を失います。第1位、ギャンブル。そろそろパチンコを日本から消しませんか。ギャンブルで人生を棒に振る人なんて毎年山ほどいるって分かっているのに、なんで禁止にしないんですか。既得権益ですよね。ギャンブルは絶対にやってはいけません。以上です。皆さん今どう思われました？納得感ありましたか？確かに今もっともらしいことは言いましたけど、皆さん時間をいただいてすいません。フェイクです。内容はそれっぽいことを言っただけで私の考えではありません。今回趣味について動画を作ろうっていうのを決めたんですよ。どんな趣味が良くてどんな趣味が悪いのか考えて一旦作りました。ただ一旦ランキングは作ったんですけど、やっぱり微妙だなと思って白紙にしてまた考え直しました。そうやって思考を深掘って深掘って最後に出た結論は、趣味について一概に優劣をつけるのは難しいということ。もしかしたらね、これを見ている人の中にはいやいや優劣はあるだろうと、例えばパチンコをやってるやつは頭がおかしいとか、お酒を飲んでるやつは理解できないとか、そういう考え方を持っている人もいるかもしれません。例えば私もパチンコをやるやつは意味がわからないって思うところちょっとあります。というのもこれは完全に偏見ですけど、私の知る限り人生を生産的にクリエイティブに楽しく生きていてパチンコに夢中になっている人に出会ったことないんですよね。あとは高校時代好きだった仲間が大学生になってみんなパチンコを始めて疎遠になってしまったっていうのもちょっと嫌な思い出としてあります。そういうこともあって直感的にはね、嫌悪感を感じてしまうんですけど、落ち着いて考えてみるとやっぱりこれは自分の偏見に過ぎないなと思います。人の趣味思考を全否定するのは良くないと思うんですよね。全否定した瞬間に相手の考え方を理解するってことを失ってしまいますし、これを見てる人の中で仕事をすごく頑張っていてたまにパチンコちょっとやるよって人がいたとしたら、私がパチンコをやるやつは頭おかしいと断言してしまうと嫌な気持ちになっちゃうじゃないですか。良くないんじゃないかなは言えますけど、絶対にダメだ、頭おかしいとは言えません。結局のところね、どんな趣味も程度問題なんです。私の経営する会社の社員でも普段はすごく優秀な仕事をしていて、でも1年に1回ぐらいたまに息抜きとして競馬が好きっていう人がいます。彼がねギャンブルに依存しているようには見えません。程度をわきまえてます。じゃあ全ての趣味は程度問題だと、適度にやればいいですよ、それでこの話は終わり。これだとこの動画を見る価値ありませんよね。このチャンネルでは普通の話で終わらせることは絶対にしません。人を不幸にする趣味とは一体何かについてさらにこっから深掘ります。最後にはあなたが行動を変えるきっかけになる、人生を変える趣味を作るアクションプランもお伝えします。ぜひ引き続きご覧ください。今回は不幸になる趣味というテーマですから、改めて幸せとは何かについて整理しておきましょう。私は幸せとは人それぞれだよねで終わらせるのは思考停止だと思ってます。別に見えない力とかは全く信じてないんで、そういうスピリチュアルな話をするつもりはありません。多くの書籍を読んで思考を深掘って深掘って行き着いた私が幸せについて持っている認識はたった2つです。1つ目、人は生まれながらにマックスに幸せであるということ。2つ目、執着が増えると人は不幸になるということ。この2つの原則しかありません。お金持ちだから幸せになる、スターになると幸せになる、そんなことがないっていうのは皆さんも知ってますよね。幸せになるために何か特別な状況は必要ないんです。人は生まれながらに何もしなくてもハッピーなんです。子供の頃を思い返してほしいんです。別にお金も権力もないけど、ただ朝起きて1日が始まるだけですごいハッピーじゃなかったですか。そんな状態からなぜ幸せが遠ざかっていくのか、それは執着が増えるからです。執着というのは人との比較で生まれます。自分はお金がない、自分は容姿が良くない、自分は頭が良くない、どれも他の誰かと比較した言葉ですよね。貧乏だと不幸みたいな世間のイメージがあるのも、お金を持っている人と比較をしてしまって執着が生まれやすいからです。この執着を完全に取り去るのは難しいです。人と比べるっていうのは人間の本能なんで、これを消し去るには徹底したマインドトレーニングが必要になります。科学的な調査で脳波を調べて世界一幸せな男と呼ばれたマチュー・リカールさんという人がいます。僧侶の方です。この人はこれまで5万時間以上瞑想しています。5万時間ですよ、皆さん分かります？1日に3時間やっても1年間で1000時間です。10年で1万時間、5万時間なんて50年かかるやんって思うと思いますけど、チベット仏教の人たちは1日に10時間瞑想するそうです。10時間もやっていたら15年で5万時間いきます。控えめに言って化け物ですよね、瞑想モンスター。ここまで害がないモンスターも珍しいと思いますけど、ちなみにこういった瞑想などの修行の先に完全に煩悩から解き放たれた状態を涅槃の境地に至ると言います。いわゆる悟るということです。仏教というのはこの悟るための効率的
な方法論をまとめたものです。それをもっと科学的なアプローチでまとめ直したのがマインドフルネスです。話はそれましたけど、常軌を逸したトレーニングをすれば自分の脳の動きをコントロールすることは可能です。実際脳科学の観点でも脳の動きが変化していることが分かっています。どうですか、皆さんやりますか？ちなみに瞑想というのは1日20分を4週間やるだけでも脳の動きが変わってくると言われています。関心がある人はぜひね、マインドフルネスを勉強してほしいです。ぜひ瞑想おすすめなんでやってください。うちの会社でも毎朝瞑想をやってます。とりあえずはまずマチュー・リカールさんのテッドの講演動画を貼っておくんで、概要欄から必ず見てください。とはいえですよ、現代社会で瞑想トレーニングだけで執着から解き放たれた幸せな状態を目指すというのはなかなか難しそうです。だから私たちは自分の心を鍛えるだけではなくて、自ら環境を選ぶことで執着を減らすことを考えるべきなんです。まず考えるべきは執着の負荷分散です。ギャンブルだけに執着しすぎるといけません。ゲームだけに執着しすぎるといけません。お酒だけに執着してもいけません。もちろんこれは趣味の話だけではないです。自分の家族だったり恋人だったり友達だったり仕事だったりにも執着しすぎると不幸になります。一つのことに執着しすぎない状態を目指すべきなんです。そういった意味では中毒性の高いギャンブルやお酒やソーシャルゲーム、 SNS なんかはあんまりにものめり込みすぎると不幸になりやすいと言えるでしょう。でもそれだけじゃなくて、テレビドラマだったりアニメだったりスポーツだったりにもそれだけに頭が全ていってしまうと良くないと思います。極端な話がアイドルが好きすぎてストーカーになっちゃうみたいな感じですね。ここまで幸せになるにはどうしたらいいのかという話をしてきました。ではここまでの話を踏まえて、人生を変える趣味を作るアクションプランをあなたにお伝えします。それは仕事を一番の趣味にすることです。一つのことに執着しすぎたらいけないんじゃないのって思った方もいるかもしれません。確かに仕事だけで頭がいっぱいになってしまうのは幸せに生きるという観点ではよくはありません。でもですね、毎日毎日自分の仕事つまらないな、早く終わらないかな、会社に行きたくないなと苦痛に感じながら働くのは仕事に夢中になる以上に強烈な執着です。好きという感情だけではなく、嫌いだという感情も同じ執着です。むしろネガティブな感情の方が執着になりやすいです。嫌なことの方が頭の中に残りますよね。これは皆さんも理解してもらえるはずです。だから私は仕事は辛い時間で早く終わってほしい、早く帰って趣味を充実させたいという生き方は明確に否定します。よく言われることですが、人生の3分の1は仕事に使うんです。その時間を捨てるというのは考えられない選択肢です。でももしかしたらそう考える人はね、たまたま入った最初の会社が楽しくなくてきつい環境で仕事というもの自体が嫌いになってしまったかもしれません。むしろ私はそういう人のためにこの動画を作ってます。 YouTube で発信してるし仕事をしています。私はまだまだ小さな存在ですけども、これからもっと影響力を高めて仕事がつまらないなと思っている人の人生を変える機会を必ず作ります。全員が心から仕事にやりがいを感じられる世界を作りたいです。今の社会で生きている人たちは何としてでも幸せに働ける環境を追い求め続けるべきです。面白い仕事というのは自分に成功体験を与えてくれます。誰かの役に立てたなと思えた、ノルマを達成した時、自分に自信を持つことができます。自分に自信を持つことができると小さな悩みが気にならなくなります。ネガティブなことがあっても逆境でも、いや自分ならやれるはずだ、必ず俺なら巻き返せる、ポジティブに楽観的に現実を捉えることができるようになるんです。私は会社が潰れかけたことが2回ありました。起業して事業が一つもうまくいかなくて仲間がみんな辞めた時、先行投資に対して売上が追いつかなくて会社の口座残高がゼロになった時、でもなんとか立て直して成長軌道に乗せました。きっとまたうちの会社も逆境に陥ることもあるでしょう。これまで信じてくれた人たちが手のひらを返して、やっぱりマコなりは信用できないと後ろ指を指してきます。そういう人たちをたくさん見てきました。いいんです、結果を出さないリーダーは無価値ですから。でもどんな状況になったとしても、たとえ一人ぼっちになってしまったとしても、上等だよと再起してまた前世紀よりもさらに上の状態まで持ち直す自信があります。根拠はないけどやれます。これまでもそうしてきたんで、もう一度やるだけです。絶望して頭を抱えて思い悩むことはありません。この無敵のマインドセットは間違いなく仕事が与えてくれました。運よくベンチャー企業経営という自分に向いている仕事に巡り会えて、多くの人に支えられて連続的な成功体験を得ることができたんです。人生において仕事ほど面白いものはありません。私も趣味はたくさんありますよ。バスケも好きだし、 NBA を見るのも好きだし、ゴルフも好きだし、映画やアニメも好きだし、美味しいものは食べるのは好きだし、サウナも好きです。でもやっぱりね、仕事に勝るものはないんですよ。自分に成功体験を与えてくれるからです。最高の成功体験とは人の役に立っているという実感です。
です。この YouTube も私にとっては仕事の一つであり、成功体験を得られる場所です。最高の趣味です。皆さんの前向きなコメントをいただけることが何よりの励みです。落ち込んでいたけど動画を見て涙が出てきました。もっと前向きに頑張ろうと思いました。まこなり社長の動画の言う通りにしたら仕事がうまくいきました。ありがとうございます。そんな最高のコメントをくれる皆さんが大好きです。何よりの私の成功体験です。 YouTube だけではなくて Twitter なんかでも役に立ちました、ありがとうございますという DM をいつももらいます。数が多すぎて返信はできないんですけども見ています。本当にいつも皆さんありがとうございます。私の会社の運営するテックキャンプの受講生からも本当に受講してよかったです、ありがとうございましたと言ってもらいます。そういった言葉が私をまた強くしてくれます。もう一度言います。仕事を一番の趣味にしてください。今すぐできることじゃないかもしれません。楽しくする方法はたった一つ、結果を出すことです。スポーツも料理もゲームも何であれ、結果が出ない趣味は面白くありません。うわやったできたっていう成功体験が必要なんです。だからまずは目の前の仕事を一生懸命取り組みましょう。ストイックに結果にこだわりましょう。結果だけがあなたを守ってくれます。普通の人がやらないことをやりましょう。人と同じことをやっていても結果が出るわけありません。人と違うことをして失敗したらそこからまた学べばいいんです。そこでまた強くなれます。あなたのやっている今の仕事が成功体験が得にくいと思うんだったら迷わず環境を変えましょう。一つの会社にこだわり続ける時代はもうとっくに終わってます。時にはね、仕事とは関係ない趣味にも没頭して執着を分散させましょう。仕事は頑張るべきなんだけど、それが人生の全てではないです。人生で面白くない時間なんて1秒もない。毎日が最高に楽しい。もう自分の人生は完璧すぎて最高すぎて、いつ死んでも後悔はない。そう心から思える人を一人でも増やすことが私の願いです。ということで今回も最後まで見てくれてありがとうございます。いくつかお知らせの後に最後に今日話したことを復習しましょう。私の経営するディブでは一緒に働く仲間を大募集しています。今本当に人が足りませんので、ぜひコーポレートサイトを見てください。日本最大級のプログラミングスクールテックキャンプが今大好評です。未経験からプロのエンジニアになりたい方、教養としてプログラミングを身につけたい方、ぜひ無料カウンセリングに足を運んでください。もしまだチャンネル登録してない方がいれば、このチャンネルでは仕事や人生に役立つ話をできる限り短く分かりやすくして配信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 LINE の登録もよろしくお願いします。では最後に記憶に残るように復習をしましょう。今回は不幸になる趣味トップ5という話でしたが、トップ5は発表しませんでした。趣味に絶対的な優劣はありません。どんな趣味であっても依存しすぎるとダメです。幸せとは何かという話もしました。幸せに関する2つの原則も言いましたね。人は生まれながらに最高に幸せである。執着が増えると不幸になる。瞑想のようなマインドフルネスのおすすめもしました。それに加えて執着を分散させることが大事です。あなたに必ずやってほしいアクションプランは仕事を最高の趣味にすることです。幸せに働ける仕事をすることだけは絶対に妥協しないでください。結果にこだわって成功体験を得ましょう。ということで以上になります。いつも応援してくれてる皆さん本当にありがとうございます。もしこの動画を見て良かったなと思ってくださった方は高評価コメントお待ちしています。 Twitter なんかに動画をシェアしてくれても嬉しいです。これからも仕事人生に役立つ動画を上げていきますので、よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。